大体まあその首相補佐官とか、その副長官みたいな人が事前の仕切りをするんですね。でご承知のように大変民主党政権は若い人たちがそういう役になってますから、まあその非常に優秀な人たちだとは思いますけれども、十分なこう奥行きというかためというかっていう感じがどうかなっていうのは正直なところありました。独特の雰囲気なのかな、あのイラカンって言葉があるけども、まあ、とにかくよく怒るんだよね。私も6、7回あのどづかれましたけども、退避避難の区域を決めた時に、最初はあの菅さんとか言われてどうすりゃいいんだどうすんだってこう言うわけですね。でまあ、多少揺れるたりするんですけども、結局のところ何もやらないよりはいいかってんで、3キロの範囲になったと。で2分はお構いなしということになって、で今朝になったらそれが夜になったら10キロになり、今日は20キロということですけども、まあ、あのちょっ と、官邸との連絡は反省するところもあったし、それからあの、さっき保安委員長から情報があまり来ないっていうコメントもあったんで、ちょっと情報のあり方は明日少し改善しましょうか。どうもお疲れ様でした。じゃあ体制表だけ誰か、まとめて、あれイチェクトにもちょうだいね、そういうのこの人に電話ちょうだいみたいな、いいですか。 またそれ今から作るのもしんどい。いやいやいや、そんなたくさん作る人全然ないよ。吉田町長なら吉田町長の名前一つでいいんだけど、ここに電話ちょうだいみたいな。まあじゃあ何か作りましょう。はい、こっちはリストを渡しますから。はい、じゃあ小梅さん解散でいいですか。解散。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ですね、 1F は1F は2F もそうかもしれない。避難区域が20キロだから、みんなもうどっちみち帰れないんですよ。で、まあ、寝てるか起きてるかだけの話なんで、まあね、比較的起きてそうなやつの名前だけ出しておきますが、何かあって必要があれば起こして使えばいいと、そんな状況なんですけどね。実際的には復旧班ですけども、本店から電話がありまして、ライオールの弁当を2号3号のやり方については、保安委員長並びに内閣官房の了解が得られたと。ただ、弁当をやるとき、これやるときっていうのは今残してある最後のバルブを開けるときという解釈で合意しましたけども、その時にはプレスをするということを要請されています。誰か聞こえますか。なんかね、官房だか官邸だかの方でのプレス発表で、もともと1時ごろに、目標まで行くよというふうに聞いてたもんで、1時ごろまでに終わるよって言っちゃいそうなんだけど、今の話だとこのぐらいまでかかって満水にしますっていうことだから、その数字をエイヤで計算してこんなもんって言ってあげないと、なんとなくこのままだと1時に圧力容器満水になりますっていうふうにプレスで喋ってしまいそうな勢いらしいんです。あ、いや逆に助けてほしいんですけれども、1時っていうのはどっから多分、力出てるんですよね。ね、1時っていうのはね、多分官邸の中でいろいろ竹黒さんが話をしてる中で、出てきた目安みたいな数字なんだと思います。今も言ってるけど、今の水位が完璧にいくらか分かんないから何時というのは言えないんですよ、はい、だから今のやつがマイナス170を前提として何トンで満水かということをざっくり出して、はい、60トンパーアワーで割るというのをちょっと出してみますから、そういう前提でいいと思います。はい、はっきりしてないんですけど、
あのもともとあのなんだ今日 の, あの昼過ぎあたりからあの消防車で給水あの注水を始めたところに水位が上がんなかったじゃないですか。はい。であれで変だなと思ってあれをいろいろ考えたんですけど、いくつかその可能性があって、一つは水系がおかしいんじゃないかと思ったんですけどね。もう一つあるのはあのレベルでどこかにその穴が開いてるかもしれない。ベッセルに、ベッセルか、うん、あるいはその PLR か、はいはい、そういう状態だとそれ以上水位上がらないっていうことになるので、だからマイナス1700でしたっけ、はい、その位置に何かその リークするような箇所が あるかもしれないっていうふうに思ってるんですよ。つまりあのいくら水入れてもそれ以上水位上がらないのはみんなドライウェルに落ちてるんじゃないかと。あの それは分かるんですけども、今あのその、質問をいただいているのは、もしベッセルが埋没するのはいつなのという問いに対しては、120トンに対して60トンパワーだから2時間ですと。ただし2時間経っても水位が明確に回復していないので、もう少し満水操作を続けますと。じゃあそれはどのぐらいなのと言われると、すいません、なんかもうニュースで言っちゃったそうです。1時に圧力容器満水になりましたって。いや、それはそうですね。で現実に満水になるのは何時頃ってことにしましょうか。あと 2,3 時間って言ってたのはタフですよね。2時間だったら本当は満水になってるはずが なってないというところなんです。うん、でだから今までだからちょっとあれで、あの動かしてたつもりなんだけど、なんだあの、津波で、現場を離れてたんで、これからその分を取り返すんで、あと2時間程度まずやってみると、それぐらい だと思うんだけどな。うんうん、なるほど。ちょっと変わったことがあったんで、連絡3号機、はい、3号機、はい、はい、ですね、HPCI がですね、はい、であの 2時44分にですね、はい、2時44分、一旦停止しました。はい、一旦停止、はい、はい、はい、で路圧が低いんで RCIC は、まあ、はい、運転しないで、はい、あのその時は路圧低かったんで、デーデーの消火ポンプを起動しましてですね、はい、これで注水しようとしました。はい、しかしですね、はい、この時点でデーデーの消火ポンプはコンマ61メガパスカルぐらいしかあの年数なくて、うん、入りませんでした。はい、であの3時44分ちょい前の、はいはい、データ見ると路圧がですね、はい、HPCI が停止した後で路圧がその前はコンマ7メガぐらいのが、はい、4.1 メガまで、5倍以上上がってるんですよ。7キロからまあ41キロ、はい、でこれがちょっとどういうあれなのか今確認しておりますけれども、はいはい、路圧が上がってると。はい、で今あのもう一度 HPCI が回らないかとか、はいはい、大体の注水手段を確認しているところなんですけれども、はい、はい、ちょっと3号がトランジェントな状態に入った。はい、わ、はい、かりました。はい、HPCI の復旧はとりあえず待ってる感じなんですかね。 4.1 なんで、ロー上がったところでもう一回リセットで再起動を試みましたけれども、バッテリーがちょうど枯渇しているのか、再起動できないということです。あ、了解しました。で、バッテリーがあれば回せると思います。はい、今バッテリー手配してんだっけ。無理だよ、無理、無理なこといくら追っかけたって努力の無駄だ。それだからそれは諦めると次の代替手段でを考えるしかないでしょ。そうなります。1F サイトさん聞こえますか。今あの、経産大臣から、指示があって、とにかく経産大臣ね、
はい、海水注入を、継続してください。指示はこれです、はい、であと、はい、あの官邸にそれで、はい、のでサイトの叱るべき人ととにかく直接今至急話がしたいので電話をくれと、はい、これね電話いつも官邸繋がらないんで何とかできない？もうかかんないよこの電話かけてんだけど、うん、何度かやるとかかるから何度かトライしてください。もうあの現地で格納容器の水位をなんか見るような手立ては考えられませんかって言われてんだけど、それはある？あのね、格納容器ってあの格納容器の水位っていうよりもあれでしょ、あの、うん、サプチャンでしょ？もちろん。でサプチャンの水位はさ、もう最初からずっとチャレンジしてるんだよ、うん、こっちもチャレンジ中だけど、うんうん、まだあのもうこれはもう この事象の始まって最初からチャレンジしてるんだけど、うんね、復帰してないっていう状況なんですよ、うん、技術班からご連絡します、タフ到達まで3号機タフ到達まで、1時間弱と評価してます、タフ到達から、炉心余裕まで4時間ぐらいというふうに評価しています。炉心損傷までは燃料壊れない？炉心損傷までは燃料壊れません、うん、じゃあ微妙なところだけ分かんないけど4時間だっけ、それまでに格納容器圧がラプチャーまで達さなければ弁当前に炉心損傷ってことになっちゃうんだね、はい、私は4時間って言ったのが炉心溶融です、うん、あ溶融か、炉心損傷でいくと7時半、うん、2時間になりますんでもうちょっと今の時間感覚早いです、うん、だからそれまでにはあのバルブ開けに行かなきゃダメだよね、だから線量上がっちゃうから、じゃあもうさっさとやるんだ、はい、もうやろう、3号の、今の水位の状況です、先ほど説明した通りで、今の時点で、タフよりも下に来ているということです。それで、燃料域とワイド広域帯とあって広域帯 の方を正だと思っていたんだけど実は下がっていたと。でその間の、ドライウェルの、圧力の推移ですけれども、4時45分以降にドライウェル圧力 が、見えるようになっていて、それ以降350kP、360kPの間を、動いているという状況です。斉藤さん、タフ到達時刻何時頃？何時すんだ？一番保守的に見ると、燃料域が、生きてその次に見た4時15分になります。4時15分5時4時44分。そんな前なの？あ、燃料域で見ると、燃料域で見ると。3号の状況ですけれども、6時10分の時点で、炉水が下がっているのと、それからドライウェルの圧力が、上がってきています。それで、の方に書いてもらった3号の予測のところにあるように、炉心損傷が6時15分に始まったとすると、炉心余裕が8時15分で、PCV の、最高使用圧力まで到達する、つまりラプチャーが、ラプチャーディスクが吹いて弁当になるのが、8時半ということになります。最優先はさ、もう水突っ込むんだから早くさ弁当して、あの消火ポンプを生かして突っ込むと、並行して SLC を生かして、でそれあのなんだ、そうそう、もうあのメイキャップをどんどんしていくという、圧下がったっていいからさ、もうそれどんどん入れていくと、もうそういう手順じゃないの？ SLC が遅すぎるもんだって。 SLC がもっと早ければさ、 SLC の単独あってもいいけど、あの官邸からあのちょっと海水を使うっていう判断をするの早すぎるんじゃないかというコメントが来ました。で海水使うということはもう廃炉にするというようなことにつながるだろうと、こういう話で、極力ろ過水なり真水を使うことを考えてくれと。
水がねえんだ。時間がない。じゃあその半指示に従って、ろ過水だけで入れられるところからということで、と給水は遅れますけど、それで順次行きます。はい、はい。保安班より連絡いたします。現場で、噴気線量が若干上昇しております。そのために現場の作業員の100ミリ管理もかなり難しくなっているところにありますが、残線量管理を十分されるようにお願いします。また協力企業さんにおいては1ミリというのもありますけれども、協力企業さんとしっかりした契約ができれば、自己復旧のための100ミリ管理ができるということですので、ここのところを共有したいと思います。企業さんとは契約をしっかりしなくちゃいけないというところです。でそれはどうすればいいの。契約を今結ぶということなの。そうです。ですから口頭で結ぶのかどうかは別としても、はい、相手方の確認を取るということです。はい、はい、じゃあ結果してなるんじゃなくて、契約をきちっとしたからということね。はい。保安班より情報を提供いたします。現在残線量管理をしておりますが、ここにいるメンバーにつきましては100ミリに到達するのがあとわずかになっております。応援部隊の計画をお願いいたします。車のバッテリーを貸してくださいという話は、やはり2号の電源を確保するために欲しいと思いますので、復帰班だけだと数が足りないので、各班、バッテリーを、マイカーのバッテリーを貸していただける方は復旧班の方に集まっていただけますか。10台、とりあえず10台必要です。医療班ですけれども、今後外で作業される方、被爆が想定されますので、要素材の配布をしたいと思います。それで要素材については免震重要棟の2階、会議室2番の会議室で、ちょっと音下げてくれる。40歳以上の方は服用しても意味がありませんので、40歳未満の方、技術班からです。燃料が露出してから、しばらく時間経ってますので、露震余裕となっている可能性があります。本店さん。はい、こちら本店です。ちょっとね、また別の問題が一点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、なんとかフォローアップしてほしいんだけど。了解です。このまま発話ください。言ってください。1号機燃料プール、今むき出してます。飛んじゃったもんだから、そっからですね、ちょっと湯気が出てるという話が今出てきてて、ほんでなおかつ1、2号のですね、リアクター側の線量が非常に高いということで、ちょっともちろん1号の影響もあるんでしょうけども、1号というか炉の影響もあるんでしょうけど、プールがですね、状態じゃちょっとまずいんで、手を打ちたいんだけど、なんとも水源もないんで、知恵が出てこない。ちょっと消防で水を突っ込むということが一つあるか。そうそう、だけど場所に近寄れないんでですね。近寄れないな。近寄れないんですよ。だから、極端なこと言うと、ヘリかなんかで上から水を噴霧するとかね。消防ヘリみたいなので、消防ヘリみたいなもので水を上から噴霧か落とすか。噴霧。そう。まずね、とりあえずそういうことで水源をキープしないとまずいと思うんですけど。氷をぶち込む。氷とかドライアイスとか何でもぶち込んじゃう。ただその場所にも1号とか3号はそのオペフロに。1号はまあオープンなんだけど、3号なんかもう線量高くてオペ風呂に氷を持ち込むような余裕がないと思うんですよね。3号もそんな線量で上がってます。だいぶ上がってます。資材班です。ただいま業務者が使える業務者が全くない状態です。大変申し訳ありませんが、プライベートの車を借り上げさせていただきたいと思います。社長から許可をいただきました。すいませんが、可能な方、資材班の方までお越しいただけませんでしょうか。すいません、よろしくお願いいたします。あとガソリン等についての補充は1F 大丈夫ですか。
大丈夫じゃないです。これもずっと昨日から言ってるんですけど、 なかなか届かないんで、届かない。サーベイデータ、モニタリングデータの最新版が出ました。お知らせいたします。正門付近8時10分、正門8時10分 3.16 マイクロシーベルトパワーは変化なし。MP8 番、7時30分 5.6 マイクロシーベルトパワーは有意な変化ありません。モニタリングポスト4番付近8時23分、882、15乗になります。882、マイクロシーベルトパーアワー、500マイクロシーベルト超えました。所長、所長、モニタリングポストで15乗超えました。まず今炉がこんな状態なんで早く水を注入したいということで SR 弁を開いて減圧して海水あの消火ポンプから水を入れたい。で消火ポンプはラインナップが全て終わってるんで、ただまだあの圧が立つかどうかの確認をしてないんで今から繋いだ状態で、圧が立つかどうかの確認をします。でその上で圧が十分に、これ10キロ以上立てばいいか。すいません、ちょっと緊急でよろしいですか、はい、プラントの情報です。SR 弁が1個チャタリングしてましたけれども、それが中間階まで、はい、炉の圧力に負けて開きました、はい、それで今、もう減圧されまして、はい、炉圧は、7メガパスカル台から、5メガパスカル、0.5 メガパスカル、もう 0.5 まで来ましたんで、行っちゃった、 OK、 じゃあ何でも入る、もうこれはもう時間によらない、注入指示、もう海水も考えないといけないんじゃないの、これ官邸とご相談ですか。3号機はですね、ちょっと、まあ、あの SLC 放散は入れたんですが海水は、なしで行きたいと思ってます。極力真水を集めてきてタンクに冷却するという方針で今考えてます。あれ吉田所長、水はどこから今持ってくるんで手当の目処は立ってるんですか。例えばあの模擬プールの中に水あるじゃないですか、はい、例えば、はい、ああいうのをもう人海戦術中がおかしく、ちっちゃいタンクでももう往復するなんなり全て使える水を使えるということで今考えてる。自衛隊の給水車、20台から30台程度四倉パーキングエリア付近で隊を組んで待機中です。 1F3 号機の状況を非常に気にされていて、1F には、まあ、ちょっと行きたくないというような見解を示しています。とにかくですね、1F の方に行くように指示します。そしてその場合あれですか、オフサイトセンターに一回寄った方がいいんですか。そうどうでしょう、寄らなくてよろしいですか。こんなのは寄ってる時間ないじゃない。オフサイトセンターに一回行ってください。あ、行くの、オフサイトセンターに、うん、これで、ね、ごめん、ちょっとドライベル弁当はしたというふうに判断していいのかどうかだけ確認あるし、はい、初期の圧力がドライベルが637キロパスカルまで上がって今、560、540で、下がってます。だからベントしてる、ちゃんと流れてる。それも報告してくれじゃん。本店さん、ベントの状況、はい、1号機の、ベントの状況をご報告します。SR 弁を強制返した時点でドライベル圧力が637だったものが現時点で、550キロパスカル、同じくサプレッションチェンバーの圧力が590キロパスカルから500キロパスカルまで、PCB 弁当はされているものと判断されます、はい、9時25分から、消火ポンプによる給水操作を開始し、加わりました。では復旧班の方に、お願いしますけれども、このまま、今弁当終わってますけど SR 弁を強制的に1個開けて300トンアワーで流すようにしてください。今用意してますんで大丈夫です。 SR 弁36分、はい、みんな閉まっちゃってまた圧力が上がってきちゃったんで開けようということです。ちょっと いいですか一応さん、はい、今保安員からあの指示が来まして
保安員としては PC 弁当の1時間前から周辺線量が上がっているので弁当前から PCV から漏れていたと思っているということは 1F1 のようなこと爆発などが起こる可能性があると思っているので例えばブロワーアウトパネルを分けるなどのような対策を考えることとそういう指示が来てます。はい、それ検討を願います。こっちでもちょっと考えるけど、逆に言うとそこはさっきも言ったようにみんなで考えましょうと、いう話ね。今あの保安員と官邸の両方から弁当準備開始了解の許可が出ました。はい、じゃあ弁当準備します。3号の露水が上がらないです。45分もほとんど変わらないです。いやそれがわからない、入ってないかもしれない。下がってはいないんだけど動いて上昇していないという状況になってます。わからんのだけどそのレベルって十分下なんだっけ今のそのいや燃料見えてますよ。蒸気が顔を出してる感じだな。はい、あのだからタフだからね、有効調の頂点がゼロですからマイナス2000ですから、あとだから多分半分ぐらい顔を出してるような状況です。モニタリングポスト4番の、今の線量率がですね、1600マイクロシーベルトパワーワーと、それまでが、40パワーワーでしたので、あのだいぶ上がってきているという状況にあります。というより15条だまた。そうですね、境界ですが、はい、まあ、いずれにしてもごめんなさい、いずれにしても今の値は15条対象の事象なんで14時15分に15条対象の報告事象が発生したというふうに判断します。あの通報連絡してください。情報班了解しました。すみません、もう一点ですけど、こちらはですね、あの校内のですね、あの大体の線量の様子を表しているんですけども、こちらは単位はミリシーベルトパーアワーでございまして、30とかですね50ミリシーベルトパーアワーと、非常にあの高い線量になってございます。で免震棟の周りでもですね5から10ミリシーベルトパーアワーということになってございます。で免震棟と事務棟をですね往復しただけで1ミリシーベルトを受けるぐらいの線量ということで、あの1号機 の爆発があった以降ですね、あの高くなっているという状況です。で3号の影響が見えるかどうかというのはちょっと分かっておりません。どこの影響かははっきりしてませんが、あの現場の状況としてですね こんな高い線量になっているということです。保安班から連絡いたします。ただいま、お配りしました3号機原子炉建屋1階のデータでございます。パーソナルエアロックの中のサーベイをするということで保安班の者が現場の方に行きました。北側エアロックを開けるともやもやがあって300ミリシーベルト以上になるということですぐ閉めました。南側です。南側については、内側のパーソナルを開けて中へ入りますと100ミリシーベルトパーアワーあったということです。これ12時ごろは、50ミリだったんですが、倍ぐらいに上がってます。13時に撮っております。情報です。ちょっと情報ですが、1時間ぐらい前にあの海水圏注入に行った作業員の方にあの見てもらったんですけど、昨日1号と同じようにスタックからですね白い煙がもごもご出てると、あの30分1時間前です。30分から1時間前って言ってました。ああ、なので昨日と1号機と同じような状況になっていると思われますので、やっぱり何らかの手立てでやっぱり、昨日白いモヤモヤが出たのは弁当成功した時間だから、あれ何時何分だったっけ1号機。2時半だ。2時半に弁当成功だってい うその判断をして武藤さんからもやが出てるよって言われて、で実際に爆発したのが1時間後の3時35分ぐらいだね。そうですね、だから1時間ぐらい、あれ爆発した後はもうスタックから全然出てないんです。出てないからね。だから明らかにあれは略されてるから、当然建屋の中から出てた、で今回もそれともう同じ状況になりつつあるっていうことが、まあ暴走したかと思います、はい。
の一野さんは弁当をね開けるそうなんだよ。うん、水素の問題、それはまあ可能性的には非常に少ないと思うだからそんな話をしてね、国民を騒がせるのがいいのかどうかというのは先週は判断だけど、逆に言うと今度次の人に社長記者会見でそれ聞かれたらそういうおそらくありえない。いやだから水蒸気爆発にはベッドを開いちゃうからおそらく消えてくるんだと思うよ。うん、まあありえるけれど結構に逃がせばなんとかなるかなと。はいはい、2号機なんですけども、はい、まだ名キャップ、海水の名キャップはこれからなんで、これからっていうかもうあとはケーブル持って行ってつなぐというところで、できるんですが、はい、ろ過水を入れた等で名キャップしたんでですね、一応、除熱源がそれなりに回復したということで2号機はいつでも入ることができます。除熱の方に、うん、要はピットが満杯になったってことですか。ええ、ほんでまた海水からの名キャップをこれから引き続きやるんですけれども、ええ、ろ過水等々でまずいっぱいにしたということですね。あ、はい、本部長、保安班から、情報の共有をさせていただきたいんですが、はい、明日からのですね、近畿本部のメンバーの構成なんですが、はい、今情報を確認していますけども、今回の緊急時の一時証で、被爆は100ミリということになっております。この場所にいても1日丸24時間いれば 1.2 ミリぐらいの被爆をしております。そうするとそれを100を超えないために今日数名の方にオフサイトセンターに移動していただきましたが、これから戻られたり、明日からのメンバー構成なんですけど、当直を含めてですね、どういうふうに構成すべきかというのを各班でちょっと、そのトリガーとしてはやはり今回の事象でもう100被爆してしまった人は出れないというような形になろうかと思います。これについては再確認いたしますけれども、それを考慮した形の、人員選択という形でお願いしたいと思うんですが、もうそれは常識でしょ。それでやらざるを得ないから、それでやりましょう。了解しました。はい、2号の状況で、今、原子炉の水位が見えない状況になっています。で、この状態で RCIC が、動いているかどうかを判断して、SR 弁を吹かせて水位をぐーっと下げて、FP で注入するんだけれども、とても目くらな状態でやるのでよろしくないです。で、軽装の方で、見えるように復旧してくれてるんだけど、今確認したらネックは電源で、電源を確保するためには、車のバッテリーを今10個、直列でつないでやっていたのが枯渇したんでこんなことになっているので、バッテリーが50個100個のオーダーであったら、見えるようになる。いや、はい、今のバッテリー横村ですけど、はい、こっち昼に出た瓶にね、12ボルトのバッテリー30個くらい積んであるから、はい、今ね、ありがとうございます。第1グループと第2グループについては午前中と午後の2回計画停電が実施される見込みです。ただ当日の電力の需給状況によっては2回目は実施されない可能性もあります。会見の中で東京電力は、今回の計画停電では明日は荒川区の一部を除いて東京23区は対象になっていないと述べました。23区は原則的には明日の段階ではやらないと。しかし現在公表しているホームページには荒川区以外の別の区も含まれているため、他の地域も含めて確認すると説明するなど混乱も見られ、会見は今も続いています。東京電力はあさって以降についても翌日の電力需要の見込みや発電所の復旧状況を見ながら当面の間計画停電を続けていくことにしています。
東京電力によりますと、計画停電が実施されるのは昭和26年に会社が設立されて以来初めてのことで、今後 1,2 週間で現在稼働を停止している火力発電所が動き始めても、来月いっぱいまでは計画停電を続けざるを得ないとしています。復旧班から報告します。3号機のレバシングバルブピットに水がなくて、ほとんど1号機と3号機に供給がしてないということで、ポンプの焼き付けを防ぐために1回1号機と3号機止めます。止めさせてください。ちょっとエンジンが焼き付くと困るんで、ポンプがで、すぐ水の補給してもう1回起動しますから。水がもうレバシングバルブピット空みたいなんですよ。補給海水ポンプじゃ1台じゃもう足りないんですね。ちょっと1回止めます。今ちょっとトランジェントな状態になってきまして、1号機と3号機の海水系のラインがですね、海水系のラインがですね、止めざるを得ないという状況で、水が供給されないような状態に、になってます。従いまして、いろんなパラメータが、悪い側に今転じてるんで、メイキャップの海水のメイキャップ等々今現場でしてもらってますけれども、今後のパラメータの推移によっては緊急にいろんなことをしないといけないんで、一旦体制としてですね、ちょっと対応できるようにスタンバイできるようにしておいていただけますか。じゃあいいですか。はい、お願いします。輪番停電のことについてちょっと今ですね、官房長官からですね、非常に強いことを言われていることについて、情報共有ということでお願いしたいと思います。その辺はまず冒頭言われましたのはですね、明日6時半だったかな、第一発目、6時20分からその計画停電をやるということについては絶対認めないと。解放して、でそれはですね、官房長官と福山官房長官と蓮舫需給対策大臣から、その3人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使ってる人をお前は殺すことになる、でお前はそれ承知して計画停電をやるということは、俺は殺人罪をお前に対して問うと、それやったらと言われました。それで要件はですね、要件はその人工心肺、人工なんとかを持っている人たちに、これは保健所なんですかね、そこから例えば電源の手当てをさせるとか、そういう手立てが終わるまで計画停電は延ばせと。すいません、できるだけ頑張ってほしいということですけども、ガソリンについて打ち合わせしたい、ですね、お電話いただけますか。需要の大きいところから切れと。あ、そうか、じゃなし。でそれはですね、向こうの人工心肺の手当てが終わるまでの間でいいんだと、そしたら計画停電やらせてあげるということなんで、できれば10時から、最低10時から10時11時できるだけ引っ張ってほしいということで、今官房長官から非常にきついお言葉でですね、指示をされまして、3時までにですね、需要をどう落とすかということ、要するにお客さんに大臣命令だ官房長官命令だということを言えということで、できるだけ需要抑制をお前らが努力して依頼しろと、それから、その結果を3時までに持ってこいと、どういう状況になってるか3時まで持ってこいということで話をします。
で今のところですね、用水をですね、できるだけ午前中に集中して使ってしまえばですよ、なんとか需要抑制を加えて、輪番停電は午前中は回避できそうだという見通しが立ちそうなので、できるだけそれで頑張りたいと、午前中だけでも。で午後になったら水をほとんど使ってしまうということになるんで、それはできませんけども、そこを午前中にですね集中して出すということになると、まあなんとか、はい、なっていくと思いますので、今需要の積み上げ、需要はお客さんに頼むということと、用水をですね午前中集中的に出すということで、なんとかその UFR 働かないで済むレベルまで行きそうなんで、今それで対応しているということです。広報面ではどういうふうに対応するんですか。広報はやらない、何もしないっていう。やらない、すいませんね、今ね社長室でもう広報はするのやめようということにしたんだよ。それで3号は、ロワツ7キロから、減圧沸騰させて、比較的短期で、ロワツが落ちました。で、その時にロワツの食地が7キロだったの。じゃあ、7メガです、ね、7メガでしょ。7メガね、うん、でそれを、コンマ5メガぐらいまで、早く落ちました。何分ぐらいかちょっと調べますけれども、もう即でしたね。でその後の水位の挙動は、減圧沸騰して見えない状態というか、非常に高いレベルになって、後でスーッと落ち着くと、でゆっくり下がっていくという挙動になりました。うん、OK、そうすると、まあそれがベンチマークだ。はい、それからあと、そのあれ、ベントの方はどうなってんだっけ。2号の弁当はもう用意はできております。ラプチャーディスクで、破裂するような状態にラインナップは完了しています。で今バックアップのコンプレッサーを現場で取り付けておりますので、かなり3号の時よりも信頼性は高いと思います。今もうその弁当は核燃料の圧力が上がったら弁当できる状態になってるっていう理解でいいですね。ラプチャーが破裂する圧力までドライウェルの圧力が上がれば。斉藤さん、木斗の時間って大体どんな感じでしょうか。4時と言わせてくれますか。4時、はい、ちょっとそれで交渉します。はい、3号はこれまで、そうすると注入始めたのが何だっけ、忘れちゃった。もうどんぐらい入れてんだっけこれ。ということは18時間ぐらいですかね。400トン近くもうぶち込んでるってことかな。で、まあ、途中でちょっと1時間ぐらい今止まってますから。そういうことは、だけどあれだな、そのベッセル満水になってもいいぐらいの量入れてるってことだね。そうなんですよ。そういうことは何が起きてるんだ。その一水してるってことか、どっかから。だからこれやっぱり 1号機と同じように、炉水が上がってませんから。うん、注入してもね。うん、ということはどっかで、バイパスフローがある可能性が高いということですよね。バイパスフローってのはどっか横抜けてってるってこと。すいません、ファンハンです。モニタリングポストの、結果なんですが、場所どこ、正門のところで測りました。あ、すいません、15錠超えてます、2時20分に測りました。正門での線量ですが751です。じゃあ4時マイクロです。3時49分か。はい、15錠通報と、2時20分、751、2時30分、4133、2時40分、422、戻ってます。はい、2時20分に500を超えてます。以上です。で、だから3時50分に判断と、15条判断。一点だけ確認させてください。明日の午前中なんですが、大熊町の職員が、大熊のです。止まってますね、一応。大熊の避難場所に、状況説明に行くということで、でその問い合わせの対応ということですね。3号機と1号機についても、3号機と同様に爆発する恐れがあるのか。
という質問に対する答えを求められています。で中身的にはタフの状態であることから可燃性ガスが漏洩している可能性は否定できないと考えていますと。で今後の作業においてもその可能性も考慮して安全を優先に取り組んでまいりますという回答を大熊町の方にお渡ししたいと思います。よろしいですか。これさ僕ちょっとあれだけど一般的にこういうのを書くときには漏洩否定できないと考えております。これそうだよね。そうなんだけどそれにこういうことのないようにそのっていうのが何も言えないからこうなっちゃうのかな。そうですね。それ以上のことは何も言え今現状なんか具体的に言えなくても、そういうことも検討してるとかさあ そういうこともってその対策をいや要するに対策もどきをさ、はい、もどきっていうかそのこういうその否定できないんだけども、はい、こういうことのないように、その防止措置についても、まあ、検討を進めているとかさあじゃあなんかそういうのを普通書くんだけどこれ書けないのかな。ちょっと、まあ、書けないというか厳しいというかそれで今あのカムソの値からちょっとグラフで見るとおよそ炉心損傷 25% のところのラインに乗ってるっていうことです。 すいません、3号の今カムズの復帰なんですが、4時20分の指示値を教えていただきたいんですがお願いします。あすいません。4時20分で 1.4×10⁻⁶ でドライウェルです。じゃあ1号機だけので要するにドライウェル圧力が上がってきてるっていうことは、うんうん、あの例の1号と同じように水素爆発の可能性はまたあるということなんですよ。そういうこと。昨日ベントがうまくいって、かなり圧力下げたのにここまでまた、上がってきてますからそれを要注意だと私申し上げてるんで、ね、ドライウェル圧力はいくらですか。6時20分でドライウェル圧力は470kPa。 はいそうです。470 20分の間これね本当要注意なんだよ。6時から6時、はい、20分の間に、はい、50現状止まる可能性は低いとキロ上がってるでしょ。その通りです。50くらいだろ。その通りです。50キロだろ。はい。ちょっと25キロだろ。そうです。もう計画電源あれだよ。7時までやらない。積圧超えちゃうよこれ。計画電源やらない。風につきましてはバランス取れてますので、あれじゃん。現在1組入って6時から、6時20分。あれがダウンスケールしちゃったじゃん。10時まで対象の地域については水位が止まらない可能性。ことま。小堀さん。はい。水位がダウンスケールしてる？うん。これねもう危機的状況ですよこれ。水位がダウンスケールしてる。おい、あの保安員官邸に保安から連絡します。これからあの評価をしますけども、HF さん評価をしますけども、今風向きが南南東ですので陸地側に向かって、双葉町方向に向かって今吹いています。はい。放出についてはドライウェルからの放出になりますので、要素を水に通さない状態での放出になります。したがって要素の放出量が桁違いに上がります。6時30分のデータで、水位がまた見えてきました。ダウンスケールから、片系がマイナス100ミリ、もう片系がマイナス3500ミリ。ございます。若干水位回復が見えます。これはね、あれはドライウェル圧力は間違いなく説明に上がりたいと思います。ドライウェル圧力はまだ上がっておりまして、また改めまして資料が送りましたことにつきましても、もう495でしょ。急上昇でしょ。内容につきましてもですね、これね、精査時間かかりますと。本当に申し訳ないと思います。回復してんじゃなくて、なんか変なの測ってんだよ。うん。もう少しブツブツ沸騰してるとかいうことで、見かけの話かもしれない。そのドライウェルのドライのベントっていうのは、設計圧の2倍ぐらいのとこまで頑張ってっていうのが AM 上の手順だと思うんだけど、そういう認識でいいですか。ただ、上昇量が急激なもんですからね。なるほど。ここがものすごい気になるんです。それから燃料液のあれがですね、ダウンスケール6時10分から
ダウンスケール、その前が急激にですね低下してダウンスケールしてるってことはかなりドライになってるっていうことなんですよね。仮想事故レベルになってる可能性があるんじゃないかっていう。なるほど。こうなりますと今作業でですねプラントの周りかなりの人間が いますし、ここにもこんだけの人間いるんですが、これをそれどうするかって、そっちが考える方が先になるかも分かりません。作業よりもこの状況でもうちょっと何もできなくなっちゃうんですけども、現場の作業員、うちの社員、一回こちらに退避させてよろしいですか。了解しました。退避命令出します。現場にいる当社社員、連絡企業の方々、一度、現場から上がってこちらに避難してください。これ中央捜査員もいるんですが、それはどうしましょうか。それも避難した方がいいですね。中層の占領みたいに判断してください。中層退避したら、ベントができないんですけど、それを含めてどうするか。一応今のその近帯の28ということであれば、そこは問題はないということだと思います。被爆評価の結果あらあらですけど出ましたので、ちょっとお願いします。前提条件は仮想事故で 100% 放出しています。したがって、今カムスで 25% ですので、それと考えるならば、まあ、4分の1ぐらいの値を想定すればいいんですけども、いずれにせよ要素が支配的です。でこれ3時間後のデータですけども、3時間後で最大ポイントは、南南東の風2メーターで評価をいたしますと、最大ポイントは 2.2 キロ先、ちょうど敷地境界あたりで、5700ミリシーベルトです。5700で、これの4分の1だと考えると1600ミリシーベルトになります。要素です。要素で、その後この枠が、1000ミリシーベルトですので、250ミリシーベルト圏内がずっと相馬郡の方まで、3時間以内に広がっていくという評価になります。ごめん、今の絵で20キロってどこら辺になるの。はい、20キロはですね、縮尺これが5キロです。ここが5キロです。10キロ20キロギリギリ20キロの範囲ぐらいです。で20キロのところはどのぐらいの線量なんの。20キロのところが、これが1000ですか、250ミリシーベルトです。250ミリパーアワーですか。ミリシーベルトパー、いやアワーじゃなくて積算線量で250ミリシーベルトです。でただしこれで3時間ですので、この後さらに時間が経過していくと線量もう少し増えていきます。あ、すいません。現在なんですけれど、水の注入の、方は水槽の方は満ちてるんでしたっけ。今の給水のや話はですね、監視ももうできてないんですよ。だから仕掛けて3号機だけ900リッターパーミニッツかで仕掛けて帰ってきてますから、当然のことは2号1号の方には行っていないという状況、それからピットのですね水位は今までメイキャップしてたわけですよ。ピストン輸送でですね、これももう危険なんでちょっと引き上げさせてるんで、そうなるともうここはもう3号が引いていくとメイキャップないという状態が今ならざるを得ないんですよ。で大量なメイキャップがですね今できない状態というのが現状です。保安班から続報です。先ほどのデータ3時間後のデータを示しましたけど、今度24時間後のデータをお持ちしました。今現在南南西の風ですか、こちらの方向の風の方が、どちらかというと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、この辺り
この辺りが20キロの境界線です。それに対しまして、要素での最大エリアが、まあ、これ24時間のところですから、このぐらいのエリアでも収まります。ですから20キロちょっと先のところまで、線的には250ミリシーベルトを超えるエリアが広がっています。なんとかメイキャップを戻すことを急がないと、落ち着いてきたけど買いがないってことにならないでしょうか。それは分かってますが、その作業員の安全との議論になっちゃうんですよね。もう少しそのプラントのパラメーターと環境の状況を見てもう一回議論しましょう。7時10分のデータを報告します。原子炉水位 A 系はオーバースケール、 B 系はマイナス2700、炉圧は A 系がコンマ321、 B 系がコンマ325、ドライウェル圧力510キロと、カムスのドライウェル側が 1.65×10 の事情、サプチャン側が 4.00 です。ドライウェルの圧力は変わってないということでいいですか。ドライウェル圧力は6時55分というか7時ごろを境に下降に転じてますね。ドライウェルの圧力は落ち着いてきてるところでなんとかその水を少しでもピットに持っていけないかな。そうですね、まあ、そこでの判断だと思います。今ちょっと引き上げてきちゃってるんで、まあ、再開するっていう話と、1号と2号に、その突っ込むラインをまだ整えてないので、それをいつ再開するかっていうことだと思います。ドライウェルの圧力が落ち着いて下がりつつあるということなので、ええ、もうあと10分かそこいら15分見て、ええ、でもう一回その作業を始めるかどうか、始められるかどうかという判断だと思いますけど。あ、わかりました。すいません、役所にからの報告では、早く給水の手段を回復しないとせっかくなのに間に合わなくなるんじゃないかと心配してるよ。ちょっとだけわーっと言ってさ、ドライウェルも、それからドライウェルの圧力、プラントのパラメータなど、それからあと環境放射能も、落ち着いているというふうに思いますので、作業の再開を検討したらどうかと思いますが、いかがですか。1F 吉田です。今武藤さんと話したみたいに、はい、お水のメイキャップをします。それで、はいはい、まずはですね、ろ過水タンクが2000トン残ってます。はい、これを逆線ピットに入れるという操作をまずします。はい、そうしますと水源が2000トンありますので、はい、サンプラント1号機も1号機も含めて、十分な流量があると思っておりますので、はい、時間的にもう、はい、でそれをしたいと思ってます。はい、で3キロね、ポンプの突出圧、海水ポンプの突出圧コンマ5ぐらいですから一応入ります。これでだから水入ってるってことだね。あれ、現時点でも入ってると思うんですけども。本店さん、すいません、1F 広報班です。今3号の、原子炉格納容器圧力、異常上昇ということで15錠のプレス分を用意しておりますが、国からマスコミを止めているということで、プレス発表を行わずに待っている状況でございます。一方で福島県の方から、9時から、関係部長会議をマスコミオープンで行いたいと、それなので9時までにこのプレスを行うように、依頼をされております。いや、この何プレス、何プレス分をデビューせっていうの。そうです。次からの関係部長会議で、県は使いたいと、その前にプレス発表をしてほしいという要望です。いや、それでその中央側の方との調整の方が大事なの、 どっちなの。国がマスコミ止めているということで、プレス発表をできない状態でいるとちょっと1F の方で認識しているんですが、事実等であれば9時までにプレスをさせてくれという福島県からの要望を聞くとしたら、そういう接種をしてもらいたいと思います。だからこれむしろ中身のレビューじゃなくてそういう話、本店側としては先ほど
先ほどからお話がありましたが、この事象に関しては官邸も保安院の方も全てをプレスに対する情報は止めていると、それに伴って事業者からの公表もやめろということで止められてきています。その状況の中で今度は県の方がやれと言っているということです。いやだから事業者としてはその県が言ってますよっていう話は伝えてもらって、県と保安院とかでちょっと調整してもらうしかなくて、我々の決定権っていうのはどちらかというと、いや本県は今原子力災害特別措置法に基づいた国のガバナンスのうんと強い中の話になってるので、もちろん県を無視することは全くないんだ。じゃあまず官邸に告げ口、官邸に告げ口、県からこう言われて困ってると。それでね、はい、要は我々が認識しておかなければいけないのは、そういう状況を説明しても、はい、これ県は必ず単独でプレスをすることになるから、その時にどうするかってことを考えておいた方がいいってことですけどね。すいません、先ほどのプレスに関する情報です。今で保安院2歳の方を確認していただきましたが、絶対にダメだというのが2歳の見解で、このプレスは行うなという強い要請だ、指示だそうです。すいません、先ほどですね、保安院さんの方から止められていたという話をしました。福島第一3号機の関係で、格納容器圧力異常上昇に関する件ですが、先ほど NHK の方で、東京電力福島第一3号機の、格納容器の圧力が非常に上がって作業員が一時退避したという報道がなされて、マスコミからの予想が、質問が予想されますので、現状としてはスタンスとしてまず固めまして、できるならばプレスをする、ダメであっても、このトーンで、口頭で回答させてくださいということの調整をさせていただいています。はい、本店。本店、大変です、はい、大変です。はい。はい、3号機、多分水蒸気だと爆発が今起こりました。はい。はい、緊急連絡。11時1分です。11時1分、了解、緊急連絡します。はい。あれ、1号機と同じような感じね。はい、免震重要棟じゃ分からないんですけども、地震とは明らかに違う横揺れと縦が来ましてですね、ええ、地震のような後揺れがなかったということで、多分これは1号機と同じ爆発だと思います。はい、了解。パラメーター見てくれ、3号のパラメーター、先ほど爆発した重装に問い合わせて、あと現場の人のは対現場の人、はい、全員さ、現場から渡らせられるかい。緊急に関係各所にすぐに連絡して、緊急連絡。はい、まず退避と可能性があるという、退避と安否確認を行ってください。発電所から入りました。それから、なんだ、はい、まず一方で、線量の綿密な計測と報告をお願いします。はい、了解しました。で、あと皆さん、なるべく固まってですね、安否確認をしてください。確認ができたら構成班まで退避の状況を報告お願いします。構成班まで報告お願いします。本部長の清水です。関係箇所への緊急連絡をして、その結果をすぐに報告する。あれ、北東から南西風が流れているということで、そちらの方向に煙が行っているということを官邸並びに福島県、関係市町村に連絡することは必要だと思うんですけども、はい、連絡するか。それは直ちにやった方がいいと思います。いや、関係箇所すべて連絡して、もう一度連絡してください。
じゃあ上を取りまして、本日11時1分に、すいません、3号機原子炉建屋で再度大きな、まあこれ大き再度はいらないですね、大きな音が発生し、発煙が発生しました。要はさ、1号機を3号機に変えただけだって言うんでしょ。免震重要棟の1階の、それで、水素爆発かどうか分かんないけど、もう国がなんかホワインが水素爆発って言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発で、はい、可能性ということで、はい、それで水蒸気って前も言ったんですけど、はい、とりあえず装備されてる方でレバリお願いしたいと思うんですけども、あ、これはさ、ホワインがさ、さっきテレビで水素爆発って言ってたけど、水素爆発でホワインのやつは言ってたと思うんだけど、ちょっとお調和した方がいいと思うよ、はい、じゃあ水素爆発だけで絞ってよろしいですか。もうすでに官邸も水素爆発って言葉使ってるから、それに合わせた方がいいんじゃないですかね。あれ、格納容器の健全性が保たれてるっていうくだりはいらないんですか。確認中です、はい、そうそれ、あと負傷者というか、負傷者はまだ集約できておりません。集約できたっていうか、いや、負傷者が出てる模様と、負傷者が出てる模様、第一次情報として入れた方がいいですよ。ちょっとこんな時になんなんだけども、はい、やっぱりこの この2つ爆発があってですね、はい、非常にサイトもこうかなりもうショックというか、まあ、いろんな状態張ってですね、そうだね、はい、職員がですね、多分みんなもう落ち込んでるんですよ、お察し申し上げます、まあ、やるということはやるんですが、かなり士気が衰えると思います、はい、それでいろんな業務あるんですけども、はい、なかなか、それと被爆線路がかなりもうみんなパンパンになってきてますので、なかなかこの業務がですね、これから差し支えると思うんで、その辺の配慮をぜひお願いしたいなと思っております、はい、あのね、すいません、まあ、ちょっと朝からバタバタしてたんで言ってなかったんだけど、柏駅でもまた出せないかという話をしてあって、すぐに10人ぐらいならという話をいただいてますんで、はい、そこはね、昨日、と話をしていて、かなり系統だってしっかりと体制を作らないといけないので、今吉田さんが言ったようなことに対して、まあ、なかなかその全部ってのはあれだけども、その他から新しい人を入れて入れ替えていくようなことを、系統だってできるようなことを考える必要があると思います。で、業務で検討しております。2号機はもう時間的な余裕がないでしょう。はい、あまりありません。したがって今の、はい、所長の判断のように、はい、現地対応で、はい、なんとかやるより仕方がない、はい、ということで、はい、そのための、はい、対策とか支援してほしい。はい、わかりました。官邸からちょっと電話があって、まあ、とにかく急げってことで当然なんだけど、もう占領のことも構わないで、小焼きまでいいんだからやれって、そういう話がありました。はい、8年半からですけれども、2号、はい、そうです、いいですか、2号の、ロア2が上がっております。それで、12時30分で、6.18 だったのが、13時で 7.06 まで上がってますから、ウシャル弁が吹くと思います。これすぐ分からなきゃ分からないでほしいです。まだですけど、このままの調子で上がれば、ロアツが、そうすると吹けば、さっきの、ターフの、到達時刻は、もうちょっと早めに移行しますので、頑張って復旧しましょう。広報班なんですが、福島事務所から、ちょっと依頼が来てます。次の第3報の福島第一の、プレス文に、福島県庁、具体的には県知事からこの文言を入れてもらいたいという話がありました。ちょっと読み上げますと、これから天候が崩れる予想だが、今北西の風が吹いており、観測された放射線量から健康に被害が出る心配はないという文言を入れてほしいという話がありましたけれども、ちょっとこれ言いたいのは山々なんですが、こういうことでいいのかというのをちょっとお分かりしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。国の本部の体制下においてね、ここまで電力から言っていいかというのはちょっと気になりますけども、で、おそらくそうだ、おそらくこうだと思います。ただし、これが西の方に行ったやつがもう一遍東に揺られて戻ってくることもありえますから、その時は拡散されて薄くなっているとは思いますけども、
ちょっと リスキーですよね、ここまで言い切るのは。本当はだからこういう話は国から言ってもらいたいところですけど、合法的でも自分たちからちょっと言うのはどうでかっていう今日コメントに思いますけど、わかりました。それでちょっと調整します。はい、ありがとうございました。調整するじゃなくて、はい、これは官邸にこういう意見が県知事から出てるってことで相談してください。お願いします。あの広報班から、第3報のお知らせにつきまして、文案をお諮りしたいと思います。では書画の方にかけさせていただきました。基本はまず飛ばさせていただきます。そして、中断のところがです。午後1時30分現在、当社社員4名、協力企業作業員等3名が負傷、いずれも意識ありにしております。救急車3台を要請しておりますが、うち2台については病院に向けて出発しております。ここに関しましては、自衛隊の方4名のお話は報道には出ておりますが、この方々は私どもで確認してないということで含めておりません。それから救急車3台未着という情報でありますが、高税班のところでご確認いただいて、うち2台については病院に向けて出発しているという事実を書かせていただいています。次に移ります。午後0時30分現在、モニタリングポスト MP6 付近の測定値は4マイクロシーベルトパーアワー、マイクロシーベルトアワーであり、放射線量の上昇傾向は確認されておりません。すいません、ここの数字はちょっと古くなっておりまして、保安案さんに一応確認いただけたらというふうに思います。続きます。午後0時30分現在、当初の南側約10キロメートル風下に位置する福島第二原子力発電所のモニタリングポストの指示値にこれまでと比較して大きな変動はありません。本店さん、はい、ちょっと現場から入ってきた、まだちょっと未確認なんだけど、はい、2号機のですね、ブローアウトパネルは、なんかもう、多分1号の爆発の時か、あ、ずれてるのみたいなっていう情報あります。おラッキーそう、それでちょっと今、大至急確認に行ってますけども、まだ未確認だから喜ばないでね。つい喜んじゃった。3号機も外そうと考えたんですけど、入れない。3号機の、逆潜水ピットの状況はよくわからないんだけれども、ちょっとずっと私は欲しいんだけど情報来ない。でそこには、人間がかなり行ってるんだけど情報が来ない。ただし横の4号機の逆潜ピットを見に行った人間はもうそこが瓦礫の山だと言ってるんですね。ということは飛機のそこも瓦礫の山の可能性が非常に高いです。だから極端なこと言うと、もうその今言ってる人間で何にも対応できないかもしれないんで、人を出してもういろんな引き上げですね、物の引き上げだとか、それを一生懸命でとりあえず水を出すという行為にかかる必要があると思います。これ特別にそういうことでチームを編成してかなりの人間で現場に行くことをお願いします。これはこのままですね、現場の情報待ってたら絶対これは後で大変なことになります。バーッと私が言ってるんでかなり、浮き足立った状態になってます。ごめんなさい、ちょっと落ち着きましょう。で、やることを整理してやりましょう。で、役割を明確にして、あんまりですね、無駄な動きをしないようにやっていきましょう。一回ここで深呼吸して、冷静になって、じゃあみんなで深呼吸しましょう。息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい。じゃあこれでちょっと一回整理をして、現場に行くものを検討するものを手分けして、段取りよくやりましょう。よろしくお願いします。ちょっとややこしいこともさ、いろんな心配あるけどさ、話ややこしくなるからもっぺん整理するよ。だから物上げ場からの海水ラインはピットまで来て、700リッターパーミニッツで、ちゃんと中に水を出してます。これでいいね、責任者いいねいいよって言ってくれ。はい、ほんで
このピットから、このピットの水を汲み込む2号機の消火水ポンプ、消火ポンプっていうか消防車と、ラインはもう構成されて、エンジンもかけられてスタンバイ状態。いやだからそのラインはまた立てて、だから聞くやつが違う、責任者が答えろってんじゃん。だからだろ、まったく分かる分かんないって聞くな、そんなもん。そこは確認してくれて OK で、確認してくれて OK ということで OK でいいんだよな、 OK だろ。だからこれで一応ラインはワンラインは2号機用のワンラインは OK だったと。でバックアップ用の逆線、なんだ、ろ過水ラインは逆線面ピットの近くの消火線まで来てるけども、消火線からピットまでが、今あの行けないと。ピットまで流す予定だったんだけど、そこに今、自衛隊の散水車2台邪魔してるんだけど、はい、それはバックホーンで片付けられるかなということで今進んでます。今あの検討中ね。はい、そんな状況です。 OK、 それでもう弁当も大丈夫だってことですね。弁当はまだです。空気が持ってるっていうのは確認してんだっけ。空気を持ってるっていうのはもうあの確認する手段がありませんけれども、これ元から持ってましたので前の3号とは大きな違いです。それとあと今あの例のコンプレッサーの方は確認に行っています。バックアップのコンプレッサーの方は。だからエアは大丈夫なの。エアは大丈夫と言い切れませんけれども、そのね、だから言い切れないっていうか、そこがさ、いつもさ、もうこの、はい、この今今日の今回のさ一連のやつでさ、全てさダメなとこそこなんで、言い切れないとかさなんだとか言ってさ、それで判断しちゃうからさ、次のステップがおかしくなるんだけど。皆さん聞いて、コンテンさんも聞いてください、はい、聞いてください、はい、今あの安全委員長の真田鍋先生から電話が来まして、その圧力、すみません、あの格納容器のですね、ベントラインを生かすよりも、うん、注水を先にすべきじゃないかと、うん、要するに減圧すると水は入っていくんだから、うん、そんな待たないで一刻も早く水を入れるべきだというサジェッションが、うん、安全委員長から来たんですが、うん、そのサジェッションに対してちょっと安全屋さんそれでいいかしら、そういう判断で、はい、福島だ。今チャフレッチョンチャンバーの水温が130度を超えていて、蒸気が SRP を介してサプレッションチャンバーに落ちてもおそらく凝縮しないでということは減圧が見込めない。もしもし、でそうなると、はい、SRP だけ吹いて水がそれだけお釜から出てきてかつで減圧できないという状況になるということを恐れているというのが実態です。はい、すみません先生、ベッセルはね、今ベッセルはね、安全に聞きましたらですね、はい、サプレッションチャンバーの水温がもう100度超えてるんですよ。138度の気温は分かってますで、蒸気が200何十度ありますね。はい、でそれが138度になると一旦水に落ちるんですよ。だけどじゃあ凝縮性能は確かに落ちますけど、でその結果として、ドライヤー圧力若干上がると思います。だけど凝縮性能が失われてるということではないと思います。もう冷却した方がいいという話をしてるわけ。今の争点は弁当する、弁当ラインが生きる前に減圧してもう水を突っ込むべきだというのが真田鍋先生がおっしゃってる、はい、その場合の心配点はサプレッションチェンバーの水位がですね、はい、このまま上昇を続けて現在水位不明だと思いますけれども、はい、ウェットベル弁当ラインが埋まるということの懸念があると思ってます。で現在も埋まってる可能性はあると思いますが、早めに弁当しないとウェットベルラインは生かせなくなるというところを懸念します。で結論から言うと、真田鍋先生のおっしゃる通りだということでいいんですか。違うでしょ。サプちゃんからの弁当をトライすべきではないかということです。だからサプちゃんからの弁当今トライしてるんです。ですから路中を継続するということよりも まず路中は次の減圧してやるということを前提に弁当すべきじゃないかということです。真田鍋先生とのさ主張の 何が違うんだっけ。我々はだからサプちゃんからの弁当ライン生かそうとしてるわけよ。そういうことですね。でそれを生かしてから減圧して注入しようとしてるんだけど、真田鍋先生はサプちゃんからの減圧ライン弁当ラインが
を生かす必要はなくて、まず突っ込みなさいとおっしゃってるんですよ。はい、そこは判断だとは思うんですが、はい、結局最後にですね、炉心損傷をしてしまった後のことを考えると、ドライウェル弁当しかなくなるということに対する懸念で、はい、先にまずサプちゃんからの弁当をやった方がいいんじゃないかというふうに思うわけです。うん、思うのいいんだけど、今もう時間がなくて、あ、すいません、安全委員会委員長並びに保安委員長並びに官邸の方からもうすぐ捜査やりなさいとおっしゃってるんだけど、それでいいですかと聞いてるんです。今ですね、要するに残りとしては100ミリプラス水産補正1000ミリであと1100ミリあるといったら一応納得はご納得はいただけたというふうに考えております。あ、そういうこと、はい、だから我々のやり方で認めていただいたってことで、そういうふうに認識しております、うん、それで吉田君さ、もう、はい、さっきから言うともう大体弁当弁空いてなきゃいけない時間なんじゃないの。そうです、だからちょっとそこも確認しますが、なんで我々5時なんだけども、はい、早く弁当弁を開ければすぐに捜査にかかれるんで、そこはどうなの。今接続作業を行ってます。え、まだです、ちょっと待ってください。だからちょっと待ってくださいじゃ分かんないんだよ。だから脇に置いとけってさ、だから状況を確認するやつをさ、今の話でそうすると結局まずは弁当弁あげるわけですよね。ですからそれに収録をしていただくということで、 その状況を逐次教えていただくと、はい、こういう感じですね、はい、ただし5時なんだけども、5時ということですが、弁当ラインが動作できれば可及的速やかに5時を待たずにやるということも視野に入れてやるということでいいですか。それでやってください。あ、いいです、はい、それでやってください。はい、わかりました、はい、今電源を投入したんですが動きが感じられないということで、空気側コンプレッサー動いておりますが、まだ空気側の圧力が完全に立ってない可能性があるので、ちょっと今確認をしなきゃいけないという状況です。でそれは どれぐらいのスピードであるの。これは圧が見えないので、動くまでこう待つしかないんですね。吉田さん、はい、清水ですがね、それじゃダメだよ。まだらめ先生の方式で言ってください。はい、わかりました。それでやってください。今ちょっと話聞いてた、ちょっと弁当サプチャン弁当ラインは時間がかかりそう、それはそれでやってくれ。ちゃんとサプチャン弁当ライン生かすという操作、これ絶対だ重要だから、はい、それはそれでやってください。ただし、はい、今もうそれを待ってるとますます危険な状態に、燃料が危険な状態になってくる可能性があるから、捜査の方に行くということでいいですか。いいです、それでやってください。あれ、本店の社長の指示が出ましたけれども、技術的に武藤本部長も大丈夫ですか。大丈夫だね。小浜のコールセンターかどこかセンター、そこから SRB の弁当ラインは復旧行為は並行してやってください。大事中、ね、ました。でその上で、はい、皆さん、4時30分から減圧操作を開始するということで準備できますか。大丈夫、余裕、いや、でだけだ、ダメだったらダメって、何分くれって言ってくれたらいいんだけど、16時30分に操作を開始ということで、はい、準備についてください。確認するわ、ごめん、はい、で、式は指揮者を決めてください。水は入ったの、これ。うん、ね、聞いていいですか。いいよ。すいません、これは水は入ったんですか。入ってない。入っていると思っておりましたが、ちょっと入ってないようなので。それどういうこと。起動はしたんだね、ですね、はい、この圧力になるともう当然のことが入ってるはずなんですけども、水位が回復しないということは入ってない可能性があるんで、現場をちょっと確認したところですね、どうも消防ポンプ の海から汲み取ってる最初のポンプ、ポンプ2台あって、最後に1台あって、ロアツ0.743、そいつがですね、どうも今止まってるっていう話が入ってきたんで、それを今燃料を入れにですね行ってるという話が入ってきてます。ちょっと大地球に対して、はい、
ファンさんからです。この後、ウェットウェル弁当をしたときに、PCB 弁当をしたときにどうなるかということで、今の風向きは、2F のスタックだと、東向きになってます。東向きになってます。したがって、東向きで評価をしていますが、実際には、1F の風は北に向かってるっていうふうに現場では言ってます。これは体感です。したがって、この後弁当したときには、弁当すると排気筒からもやもやもやっと出ますので、その風向を確認してくれというふうにお願いしています。その上で、24時間後の評価をしますと、これ、炉心が 2% 損傷しているというベースで評価をしていますが、このようになりまして、この赤いところ、この太い赤いところが、今海風です。海風、2F で海風です。1F は北に向かっているという話が、よくわからないんです。1F とにかくわからないんで、1F と今、2F が風向きがちょっと違うということです。で、仮に海風だとして評価すると、このようになりまして、一番真ん中の投光線、投地線図が、投地線が、これは、これ気圧で、気圧。真ん中いいからさ、はい、20キロのところでその制限値超えるのかどうかだけ言ってくれよ。20キロのところで気圧で、10を超えるところが出てきます。それ目安はいくらにして考えたらいいの？屋内対比が10から50ですので、で、対比が50以上です。じゃあその対比してるからその範囲内と。ただし気ガスの方がそうでして、要素の方がもう少し自然量多くなります。ロアツ 0.585 若干上昇。これ早くしないとね。ポップは入ってるんですよね。入ってどう？あ、そういうこと？あ、今止まってんの？入ってないわ、KO は。かもしれない。ダメじゃん。最後これかよ。最後これかよって感じだな。これさっきの爆発テレビやばいよ。もうこれが最優先だよ。誰かがポンプ現場見に行ってちゃんと動いてるかとか、スピーディーに動いてる対応してるかとか、そういうことをご覧いただくといいんじゃないでしょうか。いやそれはね、言ってんだけどね、一つの条件で言うとね、ものすごい洗礼度高いのよ。とここの現場来ない人は分かんないかもしれないけど、もう本当にチンチンなんですよ。それで滞在時間短いんでちょっと交代で行ってるもんだから。ごめんポンプは注水していたの、していないの、していないの。ポンプは回っていたの。今から30分ほど、まあ1時間ほど前に見たときに、止まってたという事実がある。はいはいはい。それを、回せるのはいつぐらいになるのかな。あと30分。あと30分。それもう早く回さないとまずいので、何でもいいから燃料を持っていけば、回るんだったら燃料すぐ持っていけばいいし。2号機の状況ですけど、18時22分ぐらいに燃料がむき出しになってるんじゃないかと想定をしてます。そうすると約2時間で完全に燃料が溶融すると。でさらに2時間で RPV を損傷ということで、まあ、22時過ぎぐらいには RPV がなっている可能性もあるというような非常に危機的な状況であると思います。まあ、ともかく水入れて、それから弁当だ、この2つだよ。あれでしょ、弁当を近づけないでしょ。弁当近づけないの？ピットの中には放酸入ってるんでしたっけ？あれ、放酸はピットの脇に用意してあるの、混ぜるために。炉の形式用意しなきゃ、用意しようよ。これは放酸、ピットの中に放酸を入れて、放酸が入っているピットから吸えるところで、パイプをラインナップしてください。炉の形が変わってますから、放酸水を入れないと、入れた方がいい。であとじゃあ対比の基準については、これだ、ファン班か。ねえな、ここにちゃいます。あ、対比今までやってきたやつも、その AM のAM のガイドに従ってメールとして、で RPV 損傷になった時どうしたらいいんだって。
すみません、私頭に入ってないです。今の検討の途中状況を申し上げます。はい、一応今あの全部いいのかという。1時間ほど前に退避をする、でその30分前から退避準備をするということを考えてます。あの何の路心余裕、そうです、はい、でその場合 の第一候補を今浜通電力所でに本館で考えてますけども、はい、それが使えるかどうか今確認してもらってます、はい、それがダメだった場合にはエネルギーホールにを第二候補として今考えてます。まあ、我々そうかもしれないけど、あの一般の人 の, その、避難の範囲と避難の範囲、避難の中です今、そしたら一般の人にどうアナウンスするかと、はい、いうのは、まあ、オフサイトセンターは出すんだろうけど、もう3分5000円ですよね。そういうことなんで、そう来ちゃうんだ、あの注水できないんだ、3キロ信用、これ避難待機は何時になってるんだろうな、作れって言ったんだけど、あと弁当ができれば OK。 お父さん、これ全員のサイトからの退避ってのは何分なんですかね。まだ早いです。落ち着いたら次はここなので、これが入手できました。ロアツ 0.563、 まだこれ落ち着いてる、変わらない、ロアツ 0.563。弁当弁の方の調子はいかがですか。弁当弁はやはりどうしても飽きません。エアーはの圧はある、あの欧米についてはエアーの圧は完璧にあるんですが、でどうしても開かない状態です。小弁の方は、どちらが問題なく、あの小弁の方はボンベではなくて IA の圧力なんで、この圧力がよくわかりません。でこちらもやはり飽きません。開けるとすると、もう一つだけトライするとすると、トライエルの弁当のラインを開けるっていう可能性があるんですけど、これはものすごくインパクトが大きいので、ご意見いただきたいと思います。いや、開けんじゃないの、そんなもん。あのドライエル弁当は、まあ、すでに余震損傷の可能性があるので、ちょっと危険だとは思うんですけれども、圧力を下げるのはあの確実にいい方向だと思います。今ね、 1F からですねいる人たちみんな 2F のビジターホールに避難するんですよね。でその時になんか足があるのか、はい、あ、そうですか、すいません。ロアツ 0.563、2F の方でですね、配電がですね給油してくれないとかですね、しか水が欲しいって話があるんですよ。でちょっと 2F にそういうちょっと言ってる部門の方はですね、ちょっと話を聞いてあげて欲しいんですけど。今は17分です。現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。それで今しかるべきところと確認作業を進めております。はい、現時点での状況はそういう認識でよろしくお願いします。で、プラントの状況を判断し、確認しながら水位はダウンスケール、はい、決めますので。わかりました。高圧の状態で炉心損傷しますと、ほんの数時間で格納容器破損まで行きます。そういうことです。それはだから ドライウェルの破壊にもつながりかねないということですよね。格納容器が壊れます。 1F の、発電班ですけれども、2号機ちょっとまた 状態が悪くなっておりまして、水位 SR 弁が先ほど、閉まったということで、水位がまたぐっと下がって今、ダウンスケールになってます。で、それに伴ってドライウェルの圧力も上がって、今 0.62 620キロパスカルまで、来てますので、アキュムレーター、アキュムレーターじゃない、PCV ブローラインの、なんだっけ、バンってやるやつ、あ、ラプチャーが、ラプチャーが来たやつで割れて、PCV ベントが、始まるような、状況になっております。この場合、外に言わないといけないと思いますので、情報提供してると思いますのでという状況です。早瀬ですけどね、吉田さん、
1回フラッディング冠水してるから多分少し、はいはい、少し時間的な余裕はあるから落ち着いてだけど、はい、一番開きやすい SR 弁を早く探して、はい、早くバッテリーをつないで、はい、とにかく今全部閉まってるんでしょ、開けると、はい、とにかく早く開けないと、はい、はいはいはい、ちゃんとやってよ SR 弁だ、 SR 弁早く開けないとどん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 上がってちゃう、ベントですね、ベントが一番先だ、そうベントが先だね、ベントベントが先です、ベントできないと圧力、あ、ちょっと格納液が壊れる、サプシャンというかウェットウェルの小弁、美解だと思ってたんですけど、どうもやっぱり空いてないみたいなんで、おいおい、早急にあのドライウェルの小弁を開けなきゃいけないと思ってます、うん、それちょっとあの許可をいただけますでしょうか、あどうぞやってくれ、だってやらないと壊れちゃうもん、ドライウェルの小弁っていうのはそのままあの生ドリが出ていますからね、格納器の中の、はい、あれ物山で出ちゃうんですよ、いやもうだけど開けなきゃ、もうでもやるしかないですよ、開けなきゃ加圧しちゃうんだから開けるかない、うん、もうこれはブレイクするのもう後のこと考えないで今やるべきだと思います、開けるんだよこれは、うんうん、いや開けるんですけど風向きだけ見といてください、で開けるってこと言わないとダメだなこれ、風向きはニーフのスタックで 北風です、はい、ま、真南の方に吹いてます、ニーフ方向に吹いてます、ちょっとさニーフが上がるよ、ドライウェルベントできるんだ、まあ、さあおい吉田、ドライウェル 0.74、 はい、ドライウェルベントできるんだったらもうすぐやれ早く、はい、余計なこと考えるな、こっちで全部責任取るから、でベントベントって どこの何をベントしたらいいの、ドライウェルの小弁、小弁ドライウェルのベントの大きい方じゃないやつでしょ、ちょっとさ、ともかくドライウェル小弁でもいいから早く開け、はい、総務部通報連絡お願いします、あれ小弁だけでもう一弁開いてんのかい、ダブルでついてるよな、ラプチャーですけど前にもバルブがあるんですよ、開けないとそこ出すか止まっちゃうんですよ、あ先へ SR 弁が開いてんだよ、いやだから まずいんだよ、さらに弁当の方がいいんですよ、弁当急いで弁当、じゃあ吉田市長、吉田出張、はい、見えないですけども開けてくれよ、はいはい、ちょっとさ、はい、もうそれ指示してます、はい、あの小弁は開いてももう一弁あるからさ、両そっちは開いてるのかい、もうあのいろいろ聞かないでください、ドライウェル弁当今開ける操作してますんでディスターブしないでください、まず小弁から行って小弁がダメだったら大弁行ってみます、小弁やれ、まず早く、ドライウェル 0.74、 サプチャン 0.3、 ロワツ 1.17 です、まだ開けないで、ええ、まずド、うん、ベントして、ベントが先です、承知しました。